今日の伊藤孝恵チャンネルは、マシュマロクッキーを作ります。はい、じゃあ材料作りますって言ったけど、まあ、作り方知らないんだよね。どうすんのこれ、マシュマロをハサミで、もうちょっと深く切らないかな。でもマシュマロってそんな風に切れるんだね。あ、上手上手。ほうほう。おうおうおう、お花になるのそれ。どうやって切った。こうこうこう。え、うわ、なんかねちょねちょするんだけど。ハンナちゃんとママのくっつけたらお花になるじゃない、これ。もしかして合体ドン。ママこんなんどう、ハンナちゃん。あ、持ってみない。あ、動画見てみる。見てる。え、やっぱこうじゃん、ほら。これでダメだったから、やっぱ、あ、わかったぞ。しかも、こう切るのが正解だ。はなちゃん、見てて。この、丸太を切るように、1、2、3、最後4で、ほら、まるで花びらのように丸いでしょ。で、ほら、ほら、にゃほら、おぉ、おぉ、切り方にコツがあるんだ。マシュマロクッキーを花にするには、こうマシュマロがあるでしょ。でこの花びらができるわけだから、だからこうですね、こう入れるんだよね、ハサミをね。この形で切らなきゃいけない。私たちはさっきこう切ったりこう切ったりして花びらの丸を認識してなかった。ほいほい、じゃあママほい、おいー、ちょっと見せて見せて、めちゃくちゃお花じゃん。アーモンドをグッと入れると、ね、見て、めっちゃ可愛いんだけど。アーモンド真ん中、あーあー、アーモンドを真ん中にするだけでいきなりお花感出ます。コンこんなに苦労すると思わなかった。マシュマロクッキー手肌見えない。あ、見える。これ、キュンです。キュンです。あ、ちょっと待って、キュンです。うまっ、ね、花ちゃん、あんちゃん、うまっ。こういうこと、あなたの見込み早いね。まあ、ママたちがコツを開発したんだけどね。あ、これはアンディーです。アンディーです。あ、マシュマロ久しぶりに食べて美味しいね。出来上がりました。今から焼こうと思います。あんちゃん、はんなちゃん、どうした？ちょっと想定外のことになってる。え、事件です。事件です、事件です。まあ一旦止めた方がいいんじゃない。うわー、ちょっと待って、これはもう限界じゃないでしょうか。一旦止めしよう。触ってみて。せーの。よいしょ。あ、
受け。あ、すごい。あ、やばい。あ、めっちゃ美味しい。ほんとに？あ、カリっていうね。カリっていうね。いただきます。めっちゃカリってある。おいしい。アーモンドがいいアクセント。めちゃくちゃおいしいじゃん。感想どうですか？普通のマシュマロよりもカリッとしてて、今日中はジューシーで、食べてることないぐらい美味しかったです。あ、そう。失敗したとかはないんだ、感想として。ない。味が良ければ。いいよね。形は失敗。形は失敗だけど味は OK。 味は OK。 今日の伊藤孝恵チャンネルはマシュマロクッキー作りました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価、グッドボタンお願いします。